はい、渡辺美幸です。今回期間限定のねこのメンヘムをプレイしたいと思います。これチームデスマッチなんだけどね、通常スコアストリークポイントが溜まってても倒されたらリセットされるんだけど、これリセットされずにねそのまま継続されるっていうゲームモードでね、なので通常連続キルが決められなくて高スコアストリーク出せないっていう方にはいいうってつけのゲームモードだと思うんでね、今回メンヘムチームデスマッチでマップはフロンティアになります。今回山本さやかでケーバー32インベクティブエピック&マークで頑張ってみたいと思います。今回なのでウォーデンも入れてるんでね、ドローンパッケージバルチャーウォーデンのスコアストリー構成で頑張ってみたいと思います。はい、頑張るぞ。これフロンティア下から行った方がダメだな。で1キルまずやるでしょ。これあの腰より上がヘッドショットが強化されるんで、いるでこれいるでしょ。下にいるのかな。あ、ここにいる。よしよし。あともうちょいでドローンパッケージがたまるぜ。これたまるぜ、たまるぜ。あらら、スナイパーレフトほんとうぜえわマジで。いや、じゃあドローンパッケージがたまったんでちょっと出していくか。あ、いるなこれ。これリスポン直後がいいんでね、こうやってちょっと伏せでちょっと隠れとこう。あー、やるなよおい、ちょっと困るぜ。取られてるんじゃないこれ。でもスカラブかいらんわ。バルチャーオンライン、ドローンパッケージ俺奪ってやるよ今度。面白いね。しかしフロンティアはこのゲームねすぐ死ぬんでね、ちょっとやりづらい。面白いんだけどね。バルチャーも終わりか。リアクティブアーマー、あ、フラグ持ってるの忘れたわ。アシストいらんよこんなの。よし、爆死ろ爆死。ウォーデン出されてるじゃん。あ、俺がまたもうちょいでウォーデンだったんだよ。ウォーデン出せないんだよ今。こういうの厄介なんだよこれね。ウォーデン今も出せないんだよ。せっかくウォーデン溜まってんだけど、ウォーデンオンライン。よし、ウォーデン出した。やりにくいなこれ。このゲーム本当やりにくいな。ジャンプ、ぴょん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 っすよ。とっても難しいゲームだなこれ。BO3 の方が簡単に感じるぐらいね、これ難しいよこれ。難しいわ本当。全然キルできない。おお、でも終わったんか。
あんまり取ってないな、こいつら。なんかいまいちな試合やな、これ。よし、ドロップパッケージ。ゴーデン出してるんだ。よしよし、トリニティロケット。よっしゃ、オッケーオッケー。 RC とか、マルちゃん、あ、中にいる。19キル、ちょっと少ないな。よし、ゴーデン、オッケー。はい、ゴーデン出せないのか。あー、味方がゴーデン出してんだ、これ。ゴーデン、ちょっとゴーデン、あ、ゴーデン出した。遅いよ、もう。結構で面白いね、これね。ファイナルキル俺に、俺、お願いします。ダメか。勝ったぜ。あ、2位か。悪くない。ちょっとキル数が伸びなかったな。もうちょっと敵がね、とつってくれればもっと面白いんだけどな。俺みたいにな。一応2位になったんだな。ピンポン、あ、これあれか。勝利ゲッツね。結構面白かったな。ということで、レベル上がって25位ね。リーサルターでパーク3エンジニア解除で、成績の方が23キル23です。比率 1.00、 アシスト6の、スコア1975でした。あ、フロストいいね。今回使ったのはね、これ岩本聖火のケーバー32インベクティブ&マークでね、フロンティアでメイヘムチームデスマッチをプレイしてみました。あと、よろしければね、チャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。